皆さんこんにちは。これうまいのうまいちゃんです。はじめまして。今日はハドンガンというな食堂に行きます。ハドンガンは店のレシピとコンタンというなメニューがすごく有名なんです。この店はね、1939年から始めて80年以上この美味しいコンタンを作っていますよ。多分コンタンは何の料理か知りたいなんですね。コンタンは様々な牛肉の部分で作ったスープです。スープは煮込んだ熱でゆっくり作って、普通このイメージと同じ透明な色をしています。副菜はキムチだけです。上のあるキムチはキャベツで作ったキムチで、下のあるのは大根で作ったカクテキと言います。そばに塩と胡椒がありますよ。僕は初めて受け取る時、ボウルの中にあるご飯と肉をかき混ぜて混ぜます。後ではね、スープを一口飲んで本物の味をお楽しみください。後で塩と胡椒を入れてかき混ぜて混ぜます。もちろんもう一度一口して食べる準備チェックをしますよね。これは肉、これは酢です、これは他のタイプの酢です。一口をしてスープをもっと飲みますよ。なんか口の中に小さいコンタンを入れる感じなんです。キムチももちろん食べますね。これは大根キムチ、カクテキです。ちょっと食べます。好きです。ボウルはちょっと熱いなんですけれども、この吸い物が美味しいから入ってたくさん飲みます。緑ネギの匂いがいいです。緑ネギをコンタンと一緒に食べたらすごく美味しいです。たくさん入れて食べるのが好きです。スープがすごく美味しいです。体も温くなれるし気持ちもいいですよ。このコンタンは温かいんだから、冬とか寒い日食べるに行くならいいですよ。韓国人は夏たくさん汗をかった日も頑張れするにコンタンを食べに行きますよ。あ、もちろん飲みすぎした日もいいですね。スープリピールをしました。スープがもっと必要になったらスープをもっとお願いしても大丈夫です。韓国語ではこんなに話します。スクリーンシャドウをしてください。残りのキムチを全部皿に入れます。キムチはちょっと辛いだから、コンタンの中に入れたらちょっと辛くになってもっと美味しくになりますよ。ぜひお試しください。皆さんも好きかなわからないんですけど、韓国人はこんなによく食べますよ。うまいです、超うまいです。それでおしまいですね。全部食べちゃったんです。これがメニューです。上の4つは全部コンタンです。はじめの一番安いのは肉がちょっと少ない。値段が高くなったら肉ももっともっと入れるんですね。僕が食べたのは2番目のです。下の他のメニューはスユクです。スユクは茹で肉です。
酒と一緒に食べたらもっと美味しくなりますよ。これがレストランの道順です。地下鉄三蔵駅の4番目のエキシットから出て10分ぐらいまっすぐ行ってください。右にコエクスというようなショッピングモールがありますよ。だから食べて後でショッピングをするに行くんでもいいですね。店は5つあります。本店は明洞にあるし、ヨイドにも2つあります。コエクスモールの中にも1つあるし、私が行った店は三蔵駅から近くにある場所なんですよ。この立像を見たらすぐ到着します。アレニビルディングの中に本がたくさんありますよね。あれは図書館じゃなくてテレロサというようなコーヒーショップです。韓国にたくさん有名なコーヒーショップですよ。コムタンを食べて後でこのテレロサでコーヒーを飲んでコエスにショッピングしに行くんでもいいですよね。このサインはテーラン道ナンバー78です。ここで左折して知ってください。はい、到着しました。この YouTube と美味しいものを楽しんでいただければ幸いです。このチャンネルで見たい韓国料理とかレストランがありますか？知ったあるコメントセクションに書いてください。私が努力します。ここまで見てくれてありがとうございます。よかったら LIKE とコメントと購読をしてください。じゃあまた次のビデオで会いますよ。ありがとうございました。